モーターグレーダーモーターグレーダーは、整地用途に使用される、自走式の産業用車両であり、建設機械の一種である。モーターグレーダーと表記することもある。整地作業をする機械を、米国では、グレーダーと呼ぶ。当初はトラクターで牽引される器具だったが、エンジンを搭載した自走式となり、モーターグレーダーと呼ばれるようになった。除雪グレーダー工事現場での整地、道路工事における路上。 路盤の整地作業、除雪作業、路面や広場など、精度の高い整形や、仕上げ、糊面の切り取り及び仕上げ、L 型溝の掘削及び整形などに用いられる。また、積雪地では、先頭部や後部側面にブレードを追加装備した、除雪作業用のものも存在しており、除雪車での除雪が困難な場合に用いるほか、雪の表面を荒くして、 スリップ事故を防ぐ目的でも用いられる。車体が大きいことから小規模の作業には向かず、大規模土木工事で使われる。道路整地では、ロードローラーと組み合わせて使用される。荒地の上を、ブレードの刃、土工板、ハイド板と呼ばれる形をした、地なら使用器具を釣って引きずることで整地を行うものが、グレーダーで、グレーダーを、自走式として、ブレードを前後車軸間に吊り下げたものが、 モータグレーダーとなる。通常、エンジン部や操作キャビンなど主要な機能は4輪2軸の車体として後部に置かれ、前方にブームと呼ばれる長い柄を渡し、先端にソーダ兼用の1軸を設けた6輪車とする構成でブームに整地用ブレードが吊り下げられる。車輪の上下運動がブレードに伝わりにくく、ブルドーザーに比べてより滑らかに整地できる。ブレードはハイド。 油雪を片側に寄せる形で斜めにして用いられる。モーターグレーダーの性能はブレードの幅でクラスが表される。ソーダは丸ハンドルでその横にあるレバーを操作してブレードの高さや傾きを調節し作業を行う。なお、斜めになったブレード反力で進路が変わらないようリーニング装置と呼ばれる前輪を前後から見て左右に傾ける装置があり、 エンジン部と前輪をつなぐフレームも左右に曲がる関節状となっている。これにより前輪のブレやブレードの不必要な動きを防ぎ安定した鳴らし作業が行える。運転室は開放式のものと密閉式のものがある。また、ブレード以外の作業用アタッチメントとしてスノープラウ、リッパーやスカリーファイヤーがある。スノープラウは全部、他はいずれも 車体中央もしくは後部に取り付けられる。モーターグレーダーを建設現場内で工事作業に用いる場合は、労働安全衛生法に基づき車両系、建設機械運転者の資格が必要である。道路交通法により、大型特殊自動車に含まれており、行動上での運転には運転免許として、大型特殊免許が必要である。ありがとうございます。